皆さんこんにちは。女性にもできる害虫駆除チャンネルです。今回のテーマは猫の保護についてです。それでは詳しく紹介していきましょう。今回紹介するのはこちら、アニマルキャッチャー猫の保護器です。この商品はできる限り怪我をさせずに猫を保護するための設計をされた捕獲器です。それではこの商品の特徴、他の商品との違い、そしてこの商品の使い方を順に詳しく紹介していきましょう。踏み板の角が丸くなっていて猫を傷つけない設計になっております。扉が上から落ちるだけなので猫を傷つけません。猫を傷つけないように仕掛け棒の後部がチェーンになっています。一般的な踏み板式捕獲器は踏み板が鋭利にできています。餌釣り式捕獲器はさらに鋭利な構造になっています。それらに比べて猫の保護器は猫を傷つけにくい構造となっています。一般的な捕獲器はバネの力で扉を閉めるので猫を傷つける可能性があります。それに対して猫の保護器は扉が上から降りるだけです。作業時は念のために手袋を着用してください。猫の餌も用意しておいてください。使用説明書をよく読んでから使用してください。最初に前後の扉についている留め金を外してください。前の扉を持ち上げ穴に仕掛け棒を差し込んでください。最初に動作確認を行います。後ろの扉を開けてください。踏み板を押し扉が降りることを確認してください。踏み板の後方に餌をセットしてください。後ろの扉を閉め留め具を取り付けてください。前の扉に仕掛け棒を差し込み、セット完了です。保護した後、チェーンを外しておくと、踏み板がフラットになり、より安全です。運搬時には、取っ手を使ってください。このチャンネルでは女性でも手軽にできる害虫駆除方法を紹介しています。動画についてはほぼ毎日配信しておりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。